フリートベルクのメインストリート、カイザー通りフリートベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す市である。この町は、ラインマイン地方の北辺に位置する、ベッテラウ軍の行政中心都市である。かつての自由帝国都市であり、メッセ都市であった。この町は、中世には、現在のヘッセン州にあたる地域で最も、重要な都市の一つであった。 今日まで良い状態で保存された都市景観が裕福だった過去を思い起こさせる。かつての帝国の城、ゴシック様式の市教会、中世のミクワーが見どころとして挙げられる。フリートベルクはフランクフルトアムマインの北約 30km のベッテラウに位置している。この町はウーザ川がベッター川に交流する地点の高台に位置している。町の中心である市教会は 海抜159メートルにあたる。フリートベルクの地域の一部は、タウヌス山地のシュタインコプフ、高度518メートルにまで伸びている。フリートベルクは、北は、オーバーイコールメルレ、バートナウハイム及びベルファースハイム、東は、ライヒエルスハイム、フロールシュタット及びニッタタール、南はベルシュタット及びロスバッハフォアレアヘイエー、西は、ベールハイムと境を接している。 フリートベルクは、中核宿のほか、ブーヒエンブリュッケン、ドルハイム、オックスタとオッセンハイム、バウエルンハイムの核宿で構成されている。ファウアーバッハは、早くも1901年に合併しており、中核宿の一部となっている。フリートベルクから出土したローマ時代の石柱、ベッテラウ博物館像フリートベルクのブルクベルクに一世紀の、初めにローマ帝国の軍事基地が設けられた。 これは、ゲルマニクスの遠征に際して設けられたものであった。遠征集結後、フリートベルクは、何十年もの間ローマ軍の駐留がないまま、放置された。皇帝ウェスパシアヌス治世の69年から79年に、ブルクベルクに再び、ローマ軍のカストラが建設された。何度も拡張、改造が繰り返されたこの施設は、 ローマ軍がライン川国境まで撤退した260年頃に放棄された。一世紀の終わり頃、このカストラの西側で小さな軍用レンガ工場が創業していた。ここでは器も焼かれていた。焼印されたレンガはコホースフォーアキトノーラム及びコホースアイフラビアダマシノーラムによって製造された。おそらくカストラの一部と推定される。 小さな浴場施設の発掘アートが現在も明らかに識別できる。タキトゥスが記述したカステロム・インモンテ・タウノは現在のフリートベルクのカストラにあたると推定されている。ちなみに人文主義の時代にこの記述に基づいて名付けられたのがタウヌス山地である。フリートベルクの城西と都市はベッテラウの中心に位置する玄武岩の岩山に建設された。 これらは、おそらく、皇帝フリードリヒバルバロッサの時代、1171年から1180年の間に、空の一世、フォン・ハーゲン・ミュンツェンベルクによって建設された。城に関して記述された現存する、最も古い資料は1216年、都市に関する、それは1219年のものである。これらは、シュタウフェン時代の都市平面図に基づいて、 計画都市として建設された。城と都市は共に、新生ローマ帝国内で、固有の両方をなす、独立した権利を持つ組織であった。城と都市との緊密な共存は圧力を生み、何世紀にもわたり、フリートベルクの歴史に影響を決定づけた。こうした地理的状況は当時この町だけではなかった。例えば、ニュルンベルクなども類似の状況にあった。 フリートベルク市の経済発展の基盤は布の製造であった。この町は1252年に帝国都市となった。フリートベルクでは毎年2回メッセが開催された。メッセは1332年に8日間から14日間に延長された。人気のフリートベルクの布地は、リューベックからウィーン、シュレージエンからオランダに至る市場に流通した。フリートベルクは14世紀には、 約3000人の人口を要する当時としては中規模の都市であった。ユダヤ人コミュニティは1241年に成立した。このコミュニティには数百人の構成員がいた。甚大な都市火災と経済不況はこの町の重要性を低下させた。14世紀末にはフリートベルクのメッセはローカルな意義しかなく布地の生産は減少していった。 フランクフルトのメッセがライバルとして市場にとどめを刺した。この街は、この低調な時代に借金を抱え込んだ。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの、同版画に描かれたフリートベルク帝国は、1347年、以後、帝国都市フリートベルクを様々な領主に繰り返し、七入れしており、1455年からは、 おおむねフリートベルク城白の爵位が七草とされた。城との紛争後、最終的に城の支配権が都市に及ぶこととなった。1497年には、まだ約1300人の住民がいたが、裕福な市民はフランクフルトに移り住んでいった。1615年にはついにこう言われるようになった。市民は、野良仕事や牧畜で生活している。その他に、 産業も商売もない。フランクフルトのメッセに挙げてしまったからだ。この帝国都市は1541年に福音主義化された。1574年から1665年までの間、フリートベルクから12件の魔女裁判が起こった。1995年、すべての犠牲者を代表して、ズザンナ・エーデルホイザーの名が通りの名に冠され、名誉を称えられた。 フリートベルク城この街は複数の街道筋にあたる立地のために戦火に苦しめられた。30年戦争、7年戦争、フランス革命戦争、及びそれらに伴う略奪である。この街はオーバーライン帝国クライスに属した。若き日のヨハン・ボルフガング・ゲーテの訪問は文学史におけるささやかなエピソードをこの街にもたらした。 彼は1772年11月10日の手紙で、現在、不快なフリートベルクにいることを嘆いている。1802年、当時、約2000人の人口を要した、この町は、ヘッセン大公領となり、1806年には、フリーートベルク城もこれに続いた。この都市と、城は、1834年に、初めて統合された。マインベーザー鉄道の建設は、 ゆっくりとではあったが、この町に、経済的発展を再びもたらした。フリートベルクは、1945年3月29日に、アメリカ陸軍第3軍に占領された。アドルフ島現在フリートベルクは、アドルフ・ライヒ・シューレ、アウグスチナ・シューレ、ヘンリー・ベン・シューレ、ブルク・ギムナジウム、ヨハン・フィリップ・ライス・シューレ、専門単科大学といった多彩な教育施設を要し、 ベッテラウの文化的中心となっている。高さ58メートルのベルクフリートであるアドルフ島はこの町の象徴的建造物となっている。油田ガスセにはドイツで最も深い深さ約25メートルの記念碑的宗教儀式用水槽ミクワーがある。これは初期ゴシック様式のホール協会と同じ石膏によって1260年に制作されたものである。 現在の水道塔には、ドイツで最大の石製の支柱が掲げられている。1958年から1960年まで、エルビス・プレスリーがこの町に駐屯していた。彼の作品は、ベッテラウ博物館で賞賛を集めている。さらに彼の栄誉を称える記念碑が、エルビス・プレスリー広場に設けられ、オーバーベルシュタット方面からの町の入り口にあたる旧。 来兵舎前ロータリーの銅像が彼を記念している。キューファウアーバッハ町はすでに1901年にはフリートベルクの所属となった。この町は1035年2月16日にプファルツのリムブルク修道院の寄進場にその名が記されており、この時に皇帝コンラート二世によって寄進された。寄進場には修道院はこの村をそれまでラインフランク公が所持していた。 あらゆる権利や、養液権を含め所有すると記述されている。1971年12月31日、それまで独立した町村であったブルーヒエンブル県、オックスタとオッセンハイムが合併した。ドルハイムは1972年8月1日に、これに加わった。フリートベルクの主教会フリートベルク、福音主義教会には、4つの牧師管区と3つの 教会堂が属している。ゴシック様式の市教会、初期古典主義様式のブルク教会、1980年に建造された近代的な教団センターに市である。この他に、現在は、中核宿の一部となっている旧ファウアーバッハクに、固有の福音主義教会がある。カトリックのマリア非正天教区は、マインツ市教区に属している。この教会は、近代的な精霊教会、 1882年建造のマリエン教会、ゼイビーゼの外れにある小さなゲオルクレイハイドを使用している。オックスタット宿の聖アーコブス教会はエクメンレの思想に基づき領収派に利用されている。さらに自由福音主義教会やランデス教会組織がある。クリスコーナゲマインシャフツベルクはこれに属している。フリートベルクには ヘッセン最大のイスラム教宗教施設、アヤソフィアイコールモスクが2000年から存在している。また、隣のバートナウハイムに本部を置く、ユダヤ教会も存在している。フリートベルクの市議会は、2011年3月27日の市議会議員選挙以降、45議席からなる。2017年9月3日の市長選挙に当時、現職のミハエル・ケラーは立候補せず、 いずれの候補者も過半数を得ることができなかった。この結果を受けて、同年9月24日に、ディレク・アントビアクとクラウス・リーター・ラックとの間で、同年9月24日に、決選投票が行われ、得票率57.28%で、ディレク・アントビアクが当選した。先代のミハイル・ケラーは、2005年9月11日に、フリーートベルク市長に初選出された。 この選挙には当時現職のビンフリーとバイヤーは立候補しておらず、ケラーは初回投票で54.1%の票を獲得した。この選挙の投票率は52.8%であった。2011年9月4日の選挙でケラーは89.82%の票を獲得して市長の座を守った。 唯一の対立候補スベンバイベルクの得票率は10.18%であった。イギリスのビショップス・ストートフォードはかつて姉妹都市関係にあったが、その議会は2012年9月28日に姉妹都市関係を解消することを2011年11月に議決した。かつて友好都市関係にあったチェコのアーベニスは1983年に 露天掘りのために町がなくなった。旧市庁舎中世の防衛施設の移行、赤の塔ウーザガッセカイザー通りから分岐する狭い路地にも古い建物が保存されている。例えば、17世紀後半に建設されたウーザガッセ15番地の家、16世紀半ばの道32番地の家、エンゲルガッセ7番地の家などである。最後に挙げた4階建ての建物は、 年輪年代測定法により1471年建造とされている。テアタ・アルテス・ハレンバーと直訳すると旧屋内プール劇場。このプールは1908年から1909年にギーセンの建築家ハンスマイヤーによって建設された。建設資金はその目的のために設立された市民団体が調達した。フリートベルクの商業顧問館。 カールトラップから5万マルクの寄付があった。2007年8月30日に発足したテアターアルテス・ハレンバート・フリートベルク・ベッテラウトモの会 EV は市の中央部にあり、この年から使われなくなった9億内プールを約150から200席の劇場に改装することを目標とした。第一段階としてこの団体は市民から 志のある2500人の会員を集めることを目指した。その会費によって2008年5月10日にプールを劇場に改築し運営するための公益団体が発足した。改築期間中にも2013年6月15日から6月23日までテアタ・アルテス・ハレンバート文化週間というタイトルの下イベントシリーズが開催された。その収益は この建物を文化施設に改築支援に供された。フリートベルクでは、1976年から1999年まで、毎年著名なミュージシャンやバンドが参加する、フリートベルガーブルクフェストが、ブルクガルテンで開催されていた。2000年から2009年まで、やはり著名なミュージシャンやバンドが参加して、毎年音楽祭、サウンドガーデンフェスティバルが開催された。 サウンドガーデンフェスティバルは2010年に中止され、2011年からは、隣接するバートナウハイム市のゴルトシュタインパルクで、音楽祭が開催されている。フリートベルクで有名な2つのスポーツクラブが、VFB フリートベルクと TSV フリー、トベルクファウアーバッハである。VFB フリートベルクの水球スポーツ部門は、現在ニブリーガでプレーしている。 VFB フリートベルクのサッカーチームは、1933年から1939年まで、当時のヘッセンガウリーが一部に所属していた。TSV フリートベルクファウアーバッハは、陸上競技部門で、ドイツ全土に知られている。最も有名な選手としては、北京オリンピックに出場したティル・ヘルムケや U-20 ヨーロッパチャンピオンのニルス・ミュラーが挙げられる。 アイアンマンジャーマニーの自転車コースはフリートベルクを通っている。この他に特筆すべきは SV ディアノックシュタットである。このクラブに所属するステファン・コルトは車椅子乗用車のクラスで国際的に最も成功した射撃競技選手の一人である。フリートベルクにはブンデスリーガチームもある。シャッハフロインで1891フリートベルクの女子チームは チェスブンデスリーガに所属している。フリートベルクは1980年からスワルドイチュラント GMBH の本社所在地となっている。この企業は現在120人の従業員を要している。フリートベルクはかつてのベッテラウ文化圏の中心であり、フランクフルトアムマインとギーセンとの間に位置する最も重要な交通の要衝である。ここに集まる交通路線には ハンブルクからフランクフルトを経て、アルプス地方に至る、最も重要な全ドイツの南北軸を結ぶものがある。戦士時代から存在し、中世には重要な交易路であった街道は現在、アウトバーン A5 号線、連邦道 B3 号線、マインベーザー鉄道となっている。道路アウトバーン A5 号線は、ドイツで最も重要な交易道路の一つである。この道路は、ベッテラウ地方では、 フランクフルトへ通う道路として通勤客が利用している。北方面にある大学都市ギー線へは A5 号線を利用して速やかに移動することができる。アウトバーン A45 号線もやはりギー線方面から来てラインマイン地方東部のハーナウ周辺方面へ向かう。連邦道 B3 号線はかつてフリートベルク内市街の真ん中を通っており、流入する交通量が大きいため、 近隣住民に大きな負荷がかかっていた。このため、負荷を軽減させるためのバイパス道路について、何十年もの間議論が行われていた。バイパス道路 B3A 号線の建設は2005年に始まった。このバイパス道路は2009年6月に開通した。この道路の開通によって、B3 号線はもはやフリートベルク内市街を通らず、フリートベルクの西側、 オックスタット区の東側を通ることとなった。バイパス道路はロスバッハから来て、やはりかつては内市街を通っていた連邦道 B455 号線を入れ、内市街の北側で再び分岐する。内市街を通る形で残された唯一の広域道路が B275 号線である。この連邦道はヒンタータウンス地方からホーゲルスベルク山地を通る道路であり、 フリートベルクを貫いている。鉄道フリートベルク駅フリートベルクは1850年に開通したマインベーザー鉄道によってドイツの鉄道網に結ばれている。市内には現在フリートベルク駅の他にフリートベルク南駅、フリートベルクブルーヒエンブルク県駅、ドルハイム駅があり旅客営業のみを行っている。フリートベルク駅を起点としてこれ以外の路線が 開通した。1881年のニッテラウェイクロ線、1897年のフンゲンへ向かうホルロフタール鉄道、1901年のフリートベルク、フリードリヒスドルフ線である。1978年からフリートベルクはラインマイン S バーンに接続した。S6 路線が30分間隔で、日没近くの時間帯には15分間隔で、 マインベーザー鉄道を通ってフランクフルへ運行されている。インターシティのハンブルク、カッセルビルヘルムスヘーゲー線フランクフルト、ハイデルベルクカールスルーエ線の列車のうち何本かはフリートベルクに停車する。バスフリートベルクは、ビゴおよび DB バス交通ヘッセンの様々なバス路線が利用可能である。2014年12月14日の時刻表改定以降、 フリートベルクには独自の市バスシステムが設けられ、二つの循環路線 FB-30 と FB-31 が運行している。ミッテルヘッセン工科大学フリートブルク本館、フリートベルクには数多くの教育機関がある、リハルトヘルトビヒライ弊社前のエルビスプレスリー記念碑。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。